また後で。おはよう、ソフィーちゃん。なんか眠そうだね。寝苦しくて熟睡できなかった。圧迫感が。圧迫感？私の意見よりもグークル。夕方とはいえまだまだ油断できないな。気をつけてね、ソフィーちゃん。着いたよ。おお、ここが日向の家。よく来てくれたな。お邪魔します。ほらソフィーも入れよ。二人が来るの待ってたんだから。どうしたの？おお、友人の家に入った。感動。おお、人間のベッドか。棺になれるとベッドは落ち着かんな。壁もないし蓋もない。寝てる間に転落しそうだ。